増田俊夫の逆手で勝つ日本復興のために。この時間は時事評論家の増田俊夫先生に最近のニューストピックスなどについて評論していただきます。増田先生、よろしくお願いします。はい。最近日本はオリンピック、そしてコロナの話題で持ちきりなんですが、最近のこの日銀の動きについて今日は伺いたいと思います。先生、よろしくお願いします。はい。なんと言ったらいいんでしょうか。実はこれも私の個人的な意見というか考えなんですが、最近のこの日銀の動きというものを見てますと、これ本当にこの日本の大事な経済、そしてさらには日本の株式市場というものに関心を持っているのかしらというふうに疑いたくなるような、状況がついているわけですね。どういうことかと言いますと、投資家の皆さんはご存知だと思うんですが、日銀はこの ETF と言いまして、上場、日本の株式市場に上場されている上場企業のですね、バスケット買いと言いまして、あるその一定 の, その数の銘柄を集めましてね、それをこの、バスケットという言い方がいいと思うんですが、バスケットに入れてですね、それを全部買うという、いわゆる ETF というのがあるんですよ。で、年間12兆円を上限としてですね、前は月に5兆円とか6兆円とか決めてやってたんですが、それは最近やめまして、上限だけ示して、あとはですね、どういうふうになってくるかこの分からないというふうに変えたわけですね。それにはこの理由がありましてね、6月の29日に、日銀の政策金融政策決定会合を開いたわけですが、その時にですね、一つの日銀のこの方針というのが出てきまして、この株式市場マーケットについてはですね、できるだけ日銀は介入しないように、マーケットがマーケット自身の自主的なですね、この流れというか動きというか、それを尊重すると。そして日銀がですね、できるだけ介入しない、つまり日銀主導のこのマーケットというものを是正するという方針を打ち出したんです。で、それの結果と言えると思うんですが、5月に株式市場が大きく下げまして暴落状態になったんですが、従来日銀が介入する、してきた、あるいはまたしなければいけないと日銀が考えてきた、そういう水準まで、ですね、下がったわけですね。ところが全く何もしないで放置したということで、なかなかその株価が上がらない。なんとかやっと自立反発ということで、上げたんですが、これがまた力が弱くてですね、また下がるということ、6月ですね。で、確か6月の21日だったと思いますが、日銀が初めて介入しましてね、それがまた少し、あまり上がらなかったんですが、7月になって上がって、そしてまたですね、先週なんですけども大きくこの下がるということで、まさにまた日銀が介入しなきゃならないような場面があったわけですね。ところが今度はですね、全く5月と同じで介入しないと。マーケットではもう今日は必ず日銀が介入すると、誰しもそう考えていたんですが、これもそっぽを見たということでですね、自立反発で上げてはいるんですが、もう日銀が介入しないということで力強さがなくてですね、なかなか戻ってこない。一方アメリカの方はですね、 FRB という、日銀と同じ中央銀行ですが、もう常にマーケットを見てましてね、マーケットの動き、いろいろその複雑な動きがあるんですが、そういうものに対して実際に介入する場合、介入しないけれども口先でこうするああすると言ってみたりですね、もう理事の方が十何名いるんですが、そういう十何名の人がですね、
一方では上げ一方では下げ、リップサービスをし一方ではですね、口先で、冷やすというようなことをやりながらですね、実に、まあ、私に言わせれば上手にマーケットをですねリードして、そして、その年初来高値をですねずっとこのところも3ヶ月もこう続けているというですね、本当にこうマーケットと中央銀行というものがですねスクラムを組んでですね、そして、世界の経済アメリカの経済というものを見ながらですね、この一歩一歩先へ向かっているという、もう私に言わしたらですねもう羨ましい限りなんですね。そこへ持ってきて日銀はですね、7月先ほど言いましたように6月29日に、マーケットに任せるなんていう綺麗事、ま、私に言わせるから綺麗事なんです。そんなことは教科書に書いてることですね。マーケットに任せるのはいいんですけども、任せすぎてですねマーケットを犠牲にし投資家を犠牲にするということがあってはならないわけです。しかしながらその綺麗事のためにこのところですねマーケットと投資家は犠牲を被る。アメリカの株価の方はですね、ダウ平均というのがあるんですが、日を追うごとにですねいわゆるその底ですね、底ってどんと下がって跳ね返ってくる底を底というんですが、その底がですねじわ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 上に上がってきているわけですよ。まあ、これ上げ相場というんですけども当たり前ですよね。日銀も FRB もヨーロッパ中央銀行も金融緩和はどんどん続けてるし、それぞれの政府は財政出動をずっと続けてるわけですから、財政出動して金融緩和したらですね、株式市場が上げ相場になるのは当たり前の話です。1たす1は2みたいな話ですよ。ただ1カ国日本だけそこを下げて、これは誰の責任かと言うんですよ。日銀の責任に決まってるでしょ。ところがそういう責任感というのは深いんです。ただ市場のことは市場に任せるのがいいなんてそんなことは言われなくたってですね、子供でも知ってる話ですよ。その綺麗事のためにですねマーケットと投資家に犠牲を強いるとこういう、これ私言い過ぎかもしれませんけども現実からすればですねそういうふうに今なってるわけですよ。そうですから、まあ不幸と言ってしまえばそれまでなんですけども、とんでもない中央銀行を我々は持ってしまったと言わざるを得ないわけですね。ですからこの黒田さんが2013年の4月4日からですね、要2年だから2年間のうちに物価を 2% まで上げますと言って公約をしておきながらですね、あれから8年経った今日どうなってるんですか。やっと4月にですね 0.1% 4月 0.1% だった。それが今回7月の15、16で日銀の政策決定会合があったんですが、そこで、まあ、誇らしく発表されたんですが、それが 0.6% になったってですね、まるで鬼の首を取ったみたいなことを言ってるんですが、4月の時の 0.1% はご存知の通り携帯の料金をこの下げた、これはそのために下がっただけなんです。で今回 0.6% に上がったのは原油価格が上がったから、日銀とは何の関わりもない。それをまるで自分の手柄のような顔をしてですね 0.1 が 0.6 になった。 0.6 ですよ、どこの誰ですか 2% になると言ったのは、ね、こういう、まあ厳しい言い方かもしれませんが、私は別に嘘を言ってるわけでも何でもない事実を言ってるわけですから、事実から言えばですね、こういうことなんですよ。これを私の言葉で言うならば手いったら不って言うんですよ、ね、ですから私がいくらそんなことを言っても日銀は何も関係ない、何の代わりもないでしょうけど、まあ、しかしながら我々はですね偉い日銀さんを持ってしまったということぐらいはですね、まあ、認識しておいても悪くないんではないかというふうに思っております。まあ、言い過ぎであったことは重々お詫びをしなきゃならないと思いますが、私の言ったことは事実に基づいて言ったんだということだけ最後に申し上げていきたいと思っております、はい、増田先生どうもありがとうございました。はい。